時代末期の武蔵国入間郡川越館の武将。新日吉車両である川越僧の将官源頼朝の命令で、源義常に娘を嫁がせたことから、源氏兄弟の対立に巻き込まれ、中殺された人物である。官武兵士の流れを組む秩父氏の一族。秩父党の僧侶家が代々受け継いできた武蔵国留守所創建業職にあり、 武蔵国の軍事統率権を有する同国の最大勢力であった。妻は、源頼朝の乳母、引き荷の次女で、源頼家の馬。九92年8月16日、大倉合戦で、祖父、秩父重隆が、源義方と共に、源義平に撃たれる。翌方元元元年7月、重頼は弟、諸岡朱月根と共に、方言の乱で、 源の義朝の陣に従った。方言物語の白川伝に、義朝が用地する場面で、茂より、茂常は、皇家として、他の武士特別して書かれている。入間川沿いにある、川越屋方後平治元年12月、平治の乱で、義朝が平の清盛に敗れ、英略元年3月、義朝の着難、源頼朝は、伊豆国に留在となる。頼朝の奪母。 比きには、武蔵国比き軍の大官となった夫の家門城と、共に家から領地へ下り、自称4年の秋まで20年間よりともに仕送りを続けた。比き氏の事情をめとった重頼よりは、同じく、比きにのむである、足立ち森長、伊藤助清とともに、よりともを援助している。英略元年、川越氏は、所領を、後白川上皇に寄進し召喚となる。上皇はさらに、 京都の新日吉産農へ駅進し、所領は新日吉社領川越荘と呼ばれるようになった。この年の武蔵国史は、平智森であり、平家物語、智明最後の商談に書かれた、一の谷の合戦場面で、重頼の着難、川越重草が智森の逃がした名馬、井上黒を捉える逸話の縁が伺える。自称4年8月17日、頼朝が伊豆国にて挙兵。 同年8月26日、重頼は平家法に就いた、同じ秩父一族である、畠山重忠の要請に応じ、江戸中長ら、武蔵国の武士団数千機を率いて、木の笠城を攻め、三浦義明を討ち取る。しかし10月4日、勢力を回復して再挙した頼朝が武蔵国に入ると、畠山重忠、江戸中長らと共に参加に入る。以降、 御家人として重く用いられる。樹英元年8月12日、頼朝の嫡男、源頼家が誕生。茂頼の妻が参上である、比企吉和の屋敷に呼ばれ、乳母として最初の父を含ませる儀式を行う。弟の諸岡茂常が名言役を担った。樹英3年1月20日、源頼頼、源義経を頼朝代官とする。 源の義中追悼軍が京都に向かう。茂よりは着南、着難、茂房と共に追悼軍に参加。都に入り、則頼、より、吉常、茂より、重房多数期で、後白河法王が遊兵されていた六条殿に駆けつけ、戦闘御所の警護に当たる。8月6日、一の谷の戦い後に、吉常が鎌倉の許可なく、朝廷から、ケビー氏の任官を受け、 頼朝の怒りを買う。この時、重頼の弟、重常も共に、平営医に任官しており、頼朝から罵倒されている。9月14日、頼朝の命により、娘が京に上って、義経に嫁ぎ、中途となる。文治元年、頼朝と義経が対立し、義経が、後白河法皇から頼朝追悼の院然を受けると、重頼も、頼朝から敵対視されるようになった。 11月12日、吉爪の園石であることを理由に、所要である伊勢国家鳥離国家号を没収されて、大井見春に給与され、他は重頼より老母の預かりとなる。重頼よりの娘婿である、下神戸正義も連座して、所要を没収された。この後、重頼よりは、着難茂房と共に中殺され、武蔵国留守所総研業職は、畠山茂忠に移された。 川越市洋樹園境内の川越重頼母、文治2年8月5日、頼朝が、川越草の年組再処理を命ずるなど、川越家に混乱が伺える。文治3年10月5日、頼朝は、重頼中殺を、哀れであるとして、川越市本領である川越草を後家となった、川越にに安堵し、地元の名主、百姓らが従わなかったため、二の指示に従うよう命じる。 これについて、木村茂光は、文治元年に茂頼の老母が、川越草を預かり、幼少の孫の児童との支配体制が実現したものの、実行力が伴わなかったため、文治三年に、頼朝が、川越にに、勝務も雑務も一切を任せたと指摘している。茂頼の次男、十字、三男、十因については、東鏡において頼朝と二大将軍。 より家の時代には、記録がなく、三大将軍、源、実朝友の代の言及2年6月22日上、畠山重忠の乱における、重忠討伐軍の中に、初めて確認される。重忠が滅びた後、武蔵国は、北条氏が国史となって、代々配下に置かれることになる。火力2年4月、獣院が、鎌倉幕府より、武蔵国留守所創建行職に補され、 川越市が復権。重より中殺から40年後のことであった。ありがとうございます。